はい、そうですね。やってまいりました。よろしくお願いします。はい、今回、ちょっと、はい。そうですね。飲んでもね。はい。ちょっと面白いものができたんですよ。持ってますね。はい。ドラえもんじゃないですけど、ね。ドラえもんです。ポップアップテントっていう。テントですか。はい。まあ、しかも、ポップアップテントっていろいろ、この、ファミリー向けとかあるんですけど、今回は、うん、米軍のポップアップテント、うん、ポップアップテントを紹介しようかなと。はい、はい、やばいです。開けますね。はい、ポップアップテントと言ったらもうなんかもうテントですね。ポンと出るような感じです。はあ、ペグ、はい、ポールそうね、なるほど。で、これが防水とか雨降った時のカバー、うん、なるほど。シュラフって言うんですけど。シュラフ、はい。で、一応これが、うん、あのね、本体こっちが本体。じゃあどうなるかと、うん、ちょっと折れてますけどね、はい、使い込んで、はい、ほら、うん、あったらあんまり迫力がないとなんか通販のあれみたいな、うん、確かにね、はい、はい、こういう感じで。なるほど、テントなんですよ、うん、これで、ね、あとはこう立っていくわけですね。そうですね、どうするかっていうと、うん、このあるんですよ。見えます？この穴と。なるほど。刺してもらって。こっちも同じように。はい。はいはい。同じですね。はい。はいはい。いう感じで、このやつをね、上にかけてもらって。あ、なるほどね。だから本当に一人でキャンプする時とか、うん、あのツーリングとかで。うん、行くんだったら普通にこのバッグ1枚1つに入ると。なるほど、ね、はい、はい、ちょっといいですか。はいはい、はい、これね、いい感じですね。雨風がこれでしのげるということですね。はい、はい、いい感じでちょっと引っ掛けてもらって、はい、はい、いう感じですね、はい、一応今回はペグは省略します。こういう感じで。なるほど、はい、これでこっちに入っていけるってことですね。はい、いう感じで、はいはい、羽根風しのげてっていう感じ、はい、とりあえずこれはこうなんです。ただね、はい、あの皆さん持ってる人は分かるかもしれないですけど、しまい方が分かんない、あるじゃないですか、それどこにも分かるよね。もうしまい方最初分からんかった。もう激ムズだっけ。そう、激ムズあるけど、その説明してるやつだいたい英語で、何やってるか分かんない、何言ってるか分かんないっていうのがあるから、うん、ちょっとね、今回それも踏まえて、はい、なるほどね。これですね、はい、よく見てください、はい、まずね、これをつなげると、はい、はい、今回折れたんですけど、なかなか折れてなかったら普通に余裕にいけるんですけど、うん、ね、これをこうですね、うん、円にしてもらうんですよ、さっきの部分を、うん、で、円にしてもらって、これをまたギュッとハの字に、うん、なるほど。で、これで OK、 これで普通にあのさっきのこのカバーの中に収納できるということですね、はい、はい、これがポップアップテントですね、はい、とりあえず、はい、こんな感じなんで、まあ、あとはね、もしこれがどうしても入らない場合はテーピングというか、まあ、ぐるっと紐に荷作りというか、あるじゃないですか、はい、はい、とりあえずこういう感じで、はい、終わりました。しました、はい、あっさりですけど、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。アンゲルさんでした、はい。